今日のトレーニングをしてます。1月3日です。トレーニングをしてはいけないと言われたのですが、もう我慢できなくて、ちょっとならいいのかなと思って今お家で腕のトレーニングをしてました。で、多分血流が良くなってすると痛みが強くなって、あと鼻も垂れちゃうので、それがいけないかなと思って、でこうちょっと体が温まってきて、こう心臓速くなっちゃったなと思ったら、休憩のために今日はねもう一個やることがあって、自分の EC サイトでオンラインストアですね、白亀の公式オンラインストアで販売してる誕生日限定のポートレートにサインしてます。本当は当日12月26日売る予定だったんですけど、売れなくて病院で行っちゃったので、後日販売させていただいて、それに今サイン書いてる。これだっけ、筋トレのからインターバル中で書いてます。注文してくださった方ありがとうございます。ちょっと気長にお待ちください。あともうちょっとだけ販売枚数があったはずなので、気になる方はぜひ EC サイト見てみてください。さあ、これを書いてクールダウンしてます。昭和のお家では昭和のプロレスずっと見てて、あと昨日はネットフリックスで四角いジャングル見て、で、あと仲里依紗さんの YouTube を見てます。仲里依紗さんの仲里依紗テンアスチャンネル、本当に元気が出るので、あ、私もこうやって毎日元気に行きたいなって本当に思いました。おすすめ。そう、明日鼻の中のガーゼが取れるか取れないか診察、朝病院行くのでまた経過報告します。痛い、やっぱなんか体温まると痛い。ほどほどにしますそんな感じですね。今日はポートレートにたくさん感謝を乗せてお届けします。あ、そう、鼻のガーゼがすごい出てきちゃって切っちゃった。ダサい。よかったんかな、切っちゃって。ふう、痛いよ。笑顔が作れないの。あ、なんか突っ張っちゃって、しかもなんか寝てる間に乾燥して切れちゃった。不細工になっても嫌いにならないでね